はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、絶刀の強敵連戦スティールキングやっていこうと思います。基本的にはこのパーティーと、そしてレナと今由来者をチェンジさせたパーティーで全ての強敵クリアすることが可能となっております。もうやりたいこととしては3ターン目にティーダのスーパー LB を打つ、これだけになっておりますので、まあ、フレンドさんにねかなりティーダが溢れていると思いますので、水星系、そして、まあ、ラストは虫系キラーをガン積みしたティーダを一人お借りしていただければ、あとは配布のバッファーエアリス、そして、精神とか、まあ、ステータスのデバフ役のフィナリド、あとは水星系キラーの付与役、そして状態異常耐性を付与できるレナ、ストップ耐性とかだね。で、魔法カバー避けの、ビッグサンドウェッジがいれば、基本的にはもう簡単に攻略することが可能となっております。まあ、ラストだけちょっと硬いから、自分のティーダとフレンドさんのティーダをお借りするような形でやっていけたらと思います。じゃあ早速ね、やっていきましょう。まずまあ、じゃあ簡単に、あ、最後に装備の紹介はやろうかな。まずはエアリス、タッグアタック、後ろのタッグアタック使って、味方全体にステータスバフかけていきましょう。フィナリドをトリプル使って水かけっこでチェインアビリティの付与、そしてステータスのデバフでアクアンキラーを味方全体に 75% 付与していきましょう。光の戦士レナはダブル使って状態異常耐性、そしてステータスの状態異常耐性、ステータス耐性だね、でやっていきましょう。ビックスアンドウェッジはダブルを使って魔法カバウと自分のね精神アップダメ化を貼っていきます。ティーダやることないから3ターン目まで防御で OK となっております。で、敵の攻撃は基本的に魔法攻撃がほとんどなので、ビッグサンドウェッジで魔法カバウとなっております。で、2ターン目はもう全員防御で OK かなと思います。もうね、あの 3ターン目にスーパー LB 打つだけになってるので、ティーダがいればマジで余裕でクリアが可能となっております。アタッカーは本当にティーダだけで、そしたら3ターン目で、まあ、麻痺になっちゃったんだけど、まあ、1人ぐらい別に麻痺になっても構わないので、スーパー LB、そして、ウォータースプラッシュ、ウォータースプラッシュ、ウォータースプラッシュやっていきたいと思います。じゃあね、もうティーダで終わらせていただきましょう。で、そしたら適当なタイミングでチェインを組んであげましょう。OK。こんな感じで、3ターンで攻略することが可能となっております。で、魔法壁と、状態異常耐性だけ積めば、まあ、基本的には大丈夫かなと思います。まあ、麻痺になっちゃったけどね。OK。こんな感じで攻略することができました。まあ、簡単にパーティーの紹介だけやっていきましょう。はい、じゃあパーティーの紹介やっていきます。まずエアリスは BS5 のみを使いますので、最強精神で装備を組んであります。特に気をつけた点はありません。続いてビックスアンドウェッジも同じく最強精神で組んだだけで特に気をつけた点はありません。続いてザナカンティーダ。ザナカンティーダはね、あんまり攻撃力とか装備も難しくないかなと思います。そんなに盛らなくても別にいいかなと思いました。まあ、アビリティブグ倍率と水星系キラーだけ一応マックスにしてあります。まあ、LB もできればマックスにっていう感じかな。で、装備はこんな感じ。一応セフィロスのコートつけてるけど、多分ね、もうちょい落としても余裕かなと思いました。そしてアビリティはすべて水星系キラーになっております。ビジョンカードは攻撃力が一番高いものを採用しております。続いて、フィナリド。フィナリドは一応念のため引き付け回避 100% の装備構成としてあります。まあ、もし万が一物理があった時嫌だなと思ったのでこうしました。別にこれである必要はありません。最強精神で OK。で、光の戦士レナも最強精神で組んでるだけとなっております。なのでね、比較的、まあ、簡単にクリアできるんじゃないかなと思いますので、皆さんもぜひ、フレンドさんの力をお借りしてやってみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それでは、さよなら。